皆さんこんこににちは明流寺職の水野ですすご縁に感謝いたします、えー、当時は私で4代目になりますが、えー、初代の時代よりですね、えー、目には見えない世界のことでお困りの方のお手伝いをさせてもらっております、えー、原因不明の病やですね、えー、長引く精神疾患 また人に話してもですねなかなか分かってもらえることのできないようなですねお悩みをお抱えの方がいらっしゃいましたら是非一度当事院にご連絡してくださいきっとお力になります